ドリンポップです。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは簡単に自己紹介からしていきたいと思います。はい、あの体とかには日焼け止め塗ったのに顔に塗り忘れました。赤色担当黒瀬玲奈です。お願いします。大丈夫？今日は特に何もないシルル担当の椎名里です。よろしくお願いします。はい、たまたま乗ったタクシーが3日前に乗ったタクシーと同じ運転手さんで安くしてもらいました。指針を飛ばします。武藤久美さん静かにしてください。ドーリーポップとドロワーを兼任してます青井奈です。よろしくお願いします。はい、昨日前髪が死んだので今日はめちゃめちゃ固めてきました。カナメロハです。よろしくお願いします。笑えないほど不幸な女です。ドーリーポップの紫担当和樹なしこです。よろしくお願いします。はい、そして今日はですねお休みなんですけども、あの水色担当の犬神奈々ちゃん と、普段6人でこのドーリーポップ活動させていただいております。ですね、来週今月はですね毎週日曜日ライブがありまして、来週も再来週もずっと日曜日ライブあるので、ぜひぜひ皆さんですね、あの日曜日はドリポップまた見に来てくださるととってもとっても嬉しいです。そして、このライブが終わった後ですね、あっちのテントの方で物販もありますので、ぜひぜひ皆さん、はい、物販も遊びに来てください。なかなかね、こう昨日も言ったんですけど、なかなか写真撮られることがないので、ぜひあの写真撮った写真上げてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。20顎だけは編集してください。そう、お願いします。可愛い顔だけ選んで上げてくれると嬉しいです。はい、今日ね、なんか昨日より天気が良くて、みんなテンションアップでとても楽しいので、本当にありがとうございます。最後まで楽しんでいただくもらえると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ではどうしたんですか。大丈夫です。大丈夫。では、次で最後の曲になります。さすがです。ありがとうございます。では最後の曲聴いてください。ドリームポケット。手に立ちてたけど
ありがとうございました。この後またねお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。